通信制短大2年です。二十歳になり、学校の先生になりたい、留学をしたいという気持ちが膨れ、短大卒業してから1年間勉強して、大学に入り直すのは遅いですかいいえ,え。事実上、三郎の方と同じになります。えまたとこま、二徳駒線系列の短大なので、3年時という形で編入することができ、編入して仮面ロニーで大学入試を勉強するか、短大卒業して1年間時間をしっかり確保して勉強するか、どちらか言うと言いますか、留学生とか実質している和菓を目指しています。ご気をいただけると幸いです。えっと、あの何かごっちゃになっているのと、有名大学に入りたいっていうのを、 もう多分文面としてあえて書いてないのは自分の学校の学歴に対してのコンプレックスを持ってるっていうことな気がするんですよね。で本来学校の先生になりたいっていうのであれば別にあのニットコマ線系列のそのままの大学に行けばあの事実上三浪ではなく普通にその3年次に編入という形であのまあ二歳で卒業という形になれるんですよ。 で、それで学校の先生になれるわけじゃないですか。でも、それではなくて、早稲田大学とか別の大学に行きたいっていうのは、多分そうじゃない、その日系駒戦という学歴だと嫌だよねっていう話になっちゃってると思うんですよね。なので、そこをちゃんと迷惑確認した方がいいのと、あと、留学をするのと、あの、大学がどこかって全く関係ないんですよ。 要は別にあの留学先が受け入れてくれれば受け入れる、あの行けるっていうだけで、それが早稲田だろうと日東駒線だろうと全く関係ないんですよ。要は相手の大学って別に日東駒線とか早稲田とか大して知らないんですよね。まあ早稲田ぐらいは聞いたことある人がいるかもしれないですけど、基本的には日本の大学って東京大学以外はほぼ知られてないと思ってください。はい、要は外国の大学って普通知らないじゃないですか。 例えばじゃあそのウズベキスタンの大学3つ挙げてくださいって言える人もいないだろうしじゃあスペインの大学の有名大学3つ挙げてくださいって言っても1個も言えない人が普通だと思うんですよねなんかフランスでもなんかソルボンの大学って聞いたことあるかなぐらいな感じでなので他の国の大学なんて知らないのが当たり前なんですよっていうのなのでなのでそのじゃあそのまイタリアの大学でもいいんですけどなのでそのなんか日本の中でニットコマセント5%ワセだってこうだよねと思ってるのって外国に行ってみるとマジ無意味なんで なので留学したいんだったら今のうちに留学の手続きをすればいいだけでで日本の大学に行きたいんだったら別にあのその3年次から入ればいいだけだと思うんですよねでその早稲田大学とか有名大学に対して受験をしたいというのであれば今から受験勉強すればいいというだけなので何をしたいのかっていうのをちゃんと明確に考えてコンプレックスとかにきちんと向き合った方がいいんじゃないかなと思います。 あとその早稲田大学受かるとは限らないので3年次編入をしながら仮面浪人の方が時間的には安全なんじゃないかなと思いますけど。